メロディー、日本語に合わせて前メロディーさん、ちょっとアップすぎないかな。こんにちは、くまみきです。今日はね、4月23日木曜日なんだけど、今日はね、渋谷パルコのマイメロピアノカフェにね、また行ってきました。っていうのはね、今日から新メニューが追加されるってことでね、それをちょっと撮影しに行って、しかも今日がね、来場者数1万人記念ってことで、マイメロディーちゃんも遊びに来てたんですよ。でね、セレモニーイベントが行われて、すっごい賑やかなカフェになってました。でね、今回の新メニュー食べさせてもらったんだけど、まずもうランチョンマットが新しいデザインになってて、でね、食べたのがこれ、クロミちゃんのうどんです。これもう本当に自由このお店と思って、ずるずるとうどんを食べました。でこれね、カレーだけど全然辛くなかったので、すごい食べやすかったです。あとこっちがね、マイメロディー&マイスイートピアノのタピオカミルクティーってことで、いちごシロップが入ったミルクティーなんだけど、中にいっぱいカラフルなタピオカも入っててね、これすっごい美味しかったです。これもう一回飲みたいな、めっちゃ美味しかった。そしてこちらがマイメロディー&マイスイートピアノのパンケーキチョコフォンデュー。こうやってね、イラストとか文字が自分で描けるんだけどね、もうちょっと可愛いの描けばよかったなとか思いました。みんなは可愛いの描いてください。でこれ、パンケーキに添えてあるフルーツとかマシュマロをね、いちご味のチョコレートにつけて食べるんだけど、ココナッツオイルも用意されてて、これをね、私は途中でいちごのチョコの中に入れて混ぜて食べました。まあ、このココナッツオイル、まあ好きに使っていいそうなんですけど、これの食べ方が一番おすすめですってお店の人が言ってました。このココナッツオイル入れることでちょっと味がさっぱりするので、すごい最後まで食べやすかったです。こちらのカフェの方は皆さんぜひぜひ行ってみてください。そして今日からね、こんなイベントが始まりました。じゃじゃーん、マイメロディーちゃんが40周年ってことでね、もう渋谷全体がマイメロディーのイベントになってます。でこれがね、マイメロディーのアニバーサリースタンプブックっていうので、4月23日から5月6日まで開催されるスタンプラリーなんですけど、私もね、いろんなとこに行ってスタンプ集めてきました。店でスタンプラリーのブックもらったので、早速1個目押していきたいと思います。でここのイラストとここのスタンプは、ここに年数が書いてあるから、ここと同じやつを押します。いくよ、じゃーん、1個目押しました。普通にスタンプラリーするだけじゃなくってね、そのところどころのお店にコラボグッズとかがね、結構出てて、それを見て回るのもすごい楽しかったです。これスタンプが3つ以上貯まるとバッグがプレゼントされます。でスタンプ全部貯めると、こちらマイメロデザインのさっぱりシートがもらえるそうです。そんなわけで私はバッグをもらってきました。はい、こんな感じでもう渋谷全体がマイメロディーって感じなんで、皆さんぜひぜひ行ってみてください。で今回のこのスタンプラリーね、マネージャーさんと一緒に回って、で2冊持ってるんだけど、チェキを貼りました。これ今日このために撮ったチェキと、あとこの前のこのチェキをね、空いたところに貼っておきました。あとは当たった方の名前とかいろいろメッセージとか書いてプレゼントしたいと思います。あとこれと一緒に、このイベントのうちわとスタンプ集めてもらったバッグをセットで付けたいと思います。こちらのプレゼント欲しいという方はぜひぜひ応募してください。あとカフェとかイベントの情報は動画概要欄に載せときます。それじゃ、バイバーイ。ありがとうございます。またメルティー